皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。今季、ここまでメジャー昇格を勝ち取れずにいた藤浪晋太郎投手。現在、奮闘を続ける藤浪選手ですが、このまま昇格を勝ち取れなければ、NPB 復帰も視野に入れているとの噂が出ています。そんな藤浪選手の移籍先として、候補に上がっていた球団が、新庄剛志監督率いる北海道日本ハムファイターズです。過去には藤浪選手獲得に興味を示していた日ハムですが、現在は獲得を拒んでいるのだといいます。そこで今回は、藤浪投手の NPB 復帰が噂される理由と、日ハムが獲得を拒んだ理由についてご紹介していきます。今季からニューヨークメッツに新加入し、リリーバーとして期待されていた藤浪晋太郎選手。しかし、課題の制球難がすぐに露呈して、シーズン開幕直後にマイナー降格しました。復調をアピールしたい藤浪選手ですが、現状メジャーで通用する投球水準に達していません。4月25日のガーディアンズ傘下 AAA コロンバス戦では1死しか取れず1安打4四球6失点の大乱調。続く4月28日のコロンバス戦でも1死のみで2安打2四球2失点で降板。ここまで惨憺たる結果を残してしまいます。メッツはナ・リーグ東地区で勝率5割近くをキープしており、課題だった投手陣の健闘も相まって、現時点で藤浪投手のメジャー昇格は極めて厳しい状況です。160キロ近い剛速球を投げ込める魅力を持つ一方で、パフォーマンスが安定しないという致命的な欠点があり、この特性にはチーム首脳陣も扱いが難しい投手という認識を持たれています。高めの直球で空振りを奪えるので、ある程度制球がまとまれば戦力として十分に計算できますが、オープン戦から不安定な投球がずっと続いています。このまま状態が上がってこないようだと厳しいでしょう。藤浪投手が他球団でのメジャー昇格を目指し退団を申し出た場合は、獲得に乗り出す球団があるかもしれませんが、決して評価が高いとは言えないのが現状です。メジャー挑戦1年目の昨季はアスレチックスで先発起用されましたが、結果を残せずブルペンに配置転換されました。その後は安定した投球を見せた時期があり、7月にトレードでオリオールズに移籍すると救援で30試合登板し、2勝0敗2セーブ2ホールド、防御率 4.85 をマークし、地区優勝に貢献。今季はメッツと1年335万ドル、約5億円、プラス出来高で契約を結びました。救援陣は160キロを超える直球を投げる投手が少ないため、パワーピッチャーとして期待されましたが、ストライクを取ることに苦労しているようでは、メジャーリーグでは生き残ることができません。熱狂的な球団愛を持つメッツファンや、地元のメディアからは、なぜ藤浪を獲得した、不良再建になる確率が極めて高い、など辛辣な声が多く上がっています。メジャーを取材するスポーツ紙記者は厳しい見解を示しています。トレード移籍だと移籍先の球団が藤浪の年俸分を負担することになるので、獲得のハードルが上がる。退団してフリーになった方がメジャーの残り29球団からチャンスが舞い込んでくるかもしれない。ただその可能性が高いかといえば微妙です。不安定な投球が続いていることで株が下がっている。30歳という年齢を考えると、中長期的な戦略で若手を育てた方がいいと判断する球団が多いでしょうとコメント。逆境に立たされている藤浪選手ですが、先日5月14日ついにメジャー昇格を果たします。しかし昇格と同時に5日間の IL 負傷者リスト入りするという奇妙な形での昇格。マイナーリーグと違い、メジャーリーグには60日間という長期の IL もあり、そこに藤浪選手を移行させると考えられます。藤浪選手もメジャー昇格の可能性を持つ40人枠ロースターの選手であり、藤浪選手を長期 IL 入りさせれば41人目の選手としてメジャー昇格させられるという裏技的なやり方で昇格を果たしています。しかしこの昇格には解せない点が一つあり、それは負傷内容が一切明らかにされていないという点です。一部では右肩の不調とも伝えられていますが、メジャーリーグでは怪我の具合も同時に発表されるのが一般的です。しかしここまで IL 入りした理由について詳しい説明が行われていません。現地メディア関係者はこの昇格について、とはいえ IL 入りさせることで他の若い選手を試合で起用することができるようになりました。今後
去就問題に影響してくるという見方もありますとコメント。現地時間5月3日に行われた対ロチェスター戦では1対7と大量リードされた展開で、6回途中から西満塁の状況で3番手で登板。合計39球を投げますが、半分以上がボールカウントという大荒れぶり。先頭打者にいきなりの四球を与え、イニングをまたいだ次の7回でも四球2つを出し、8回にもまた四球を出すと、ベンチから監督が出て右腕を大きく横に振り、誰でもいいから代わりに投げろと守っている野手に向かって投手交代をアピール。課題の制球難でシラキュースベンチから見放されてしまいます。この試合に関してベースポーツライターは、試合は序盤でロチェスターが主導権を握っていましたが、野手をマウンドに行かせる事態になったのは藤浪のせいですと言及。このような惨状を見せ、先日した試合でも結果を残せず、そんな中での IL 入り、そして詳細不明の負傷といった点から、シラキュースからも見放されてしまったと見るのが妥当でしょう。筒香嘉智選手が DeNA に復帰して以降、次は藤浪という声が聞かれるようになりました。マイナーで悶々としているくらいなら、日本の一軍マウンドで投げてもらいたいと、 NPB 復帰への期待は日に日に高まっています。このまま試合に出られない状況が続けば、 NPB 復帰がより現実的なものとなるでしょう。それゆえに日本の一部メディアでは、7月末に設定されている移籍期限までの NPB 復帰が取り沙汰されているのです。スポーツ紙デスクは、パリーグの球団で争奪戦になるのではと予測。さらに荒削りなパワーピッチャーはパリーグの方が向いている。球場が広いので力で押し込めますし、伸び伸びしたチームカラーの球団が多いので、藤浪の性格に合うと思いますとコメント。移籍先の候補については、有力候補となるのがロッテ、オリックス、日本ハムでしょうとコメント。ロッテは他球団の選手を再生する能力が高い。現役時代にメジャーでプレーした吉井正人監督も良き理解者となるでしょう。オリックスは山崎颯一郎、宇田川優希など剛速球右腕を育てることに長けた球団で、大阪桐蔭時代にバッテリーを組んだ後輩の森友哉という良き理解者がいる。大阪出身の藤浪の地元にも近く、環境面でも不安がない。日本ハムは新庄剛志監督が就任した2021年オフに、阪神にいた藤浪のトレード獲得を熱望し、再生に意欲を示した過去があります。またソフトバンクで伸び悩んでいた田中正義を守護神として覚醒させた実績もありますとコメント。日本ハムは新庄監督のもと、選手の個性を伸ばし、モチベーションを高める環境に定評があり、他球団の選手からもプレーしたいという声が上がるほどです。かつて同学年の大谷翔平選手とライバル関係だった藤浪投手が、大谷選手が巣立った日本ハムでプレーするというのも新たなドラマを感じさせます。一方で古巣阪神に復帰する可能性も考えられます。岡田彰布監督が藤浪投手の去就が未定だった策を踏み、復帰を検討したとされています。しかし今の阪神と日本ハムに藤浪選手が割って入る余地はあるでしょうか。投手は何人いても困ることはないとはいえ、特に阪神は投手陣の駒が揃っています。日本ハムも新庄監督が進退をかけて臨んでいる今季は上位争いに絡んでいます。藤浪投手を欲しがっていた就任1年目の時とはチーム状況が違います。シーズン途中に補強するということは、即戦力として使いたいということ。先発としてもリリーフとしても、今の藤浪投手のように投げてみないとわからない状態では手を出しづらいでしょう。新庄監督の就任2年目となった昨季は、阪神から藤浪投手と似たタイプの斎藤幸也投手を獲得しました。斎藤投手は阪神時代は伸び悩んでいたものの、新庄監督に素質の高さを見出され、日本ハムへトレード移籍しました。移籍1年目の昨季は怪我で棒に振ったものの、満を持して一軍昇格した今季はすでに覚醒の予感を漂わせています。まさに新庄監督が藤浪投手に求めていたものを斎藤投手で叶えています。これだけでも藤浪投手の枠はないと言っていいですし、斎藤投手とともに素質の高さを買われて移籍してきた江越大賀選手は、昨季こそ重用され続けていましたが、年齢的にももうこれ以上の成長は見込めないと判断されたのか、今季はあっさり2軍に落とされています。ですので新庄監督の中では、もう伸び悩む選手を再生させるというフェーズは終了したと見ていいでしょう。とはいえ、
浪投手は覚悟を持って海の向こうに渡りました。日本球界への電撃復帰は現時点で考えていないでしょう。藤浪投手は MLB で積極的に英語を話し、チームメイトと打ち解けようとしています。通訳なしでも十分にコミュニケーションを取れています。初めてのマイナー暮らしでも前向きさは失っていないようです。筒香選手と重なるところもあります。ただ制球難に改善の兆候が見られなければメジャー復帰は叶いません。しかし藤浪選手の球威と高速球に関しては多くのメジャー関係者から称賛が送られています。この武器を最大限に生かすためにも制球難を克服することは下級の課題でしょう。果たしてメジャーのマウンドに舞い戻れるのでしょうか。これからの活躍に期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。